皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。いつも私たちの動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画なんですが、占い師になりたい方、そして占いに興味のある方必見のルノルマンカードのカードの意味を詳しく解説するという動画になっております。それでは画面を切り替えて早速解説を始めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。今回は32番の月のカードの解説になります。暗闇を明るく照らす月の光があなたの感性を研ぎ澄ませ、あなた自身を輝かすというイメージから膨らませていくカードになります。この月なんですが、私たちの感情を月は表すと言われています。そしてさらにこの月のカードは、月が晴れている状態で夜空に浮かんでいるということで、心が晴れているという状態です。ですから感情が晴れている、安定している、満たされているという形で広げていきます。ですから注意点としては、タロットカードの知識のある方が月のカードの大アルカナのイメージで読んでしまわないように注意してくださいということです。そしてさらには、月に照らされることにより、あなた自身の感性や芸術性、創造性、クリエイティブさ、直感やアイデアが浮かぶなど、頭の中もクリアになって冴えているという状態になります。インスピレーションが湧くなどという使い方もよろしいかと思います。そして月が優しく照らしてくれるということで、太陽の光ほど強い光ではないですが、この月の光に照らされたことにより、周りに評価される、人気が出てくる、名誉のあるような状態になってくる、人に認められる状態だということもイメージとして使えます。そして、月を見ているとロマンチックな気持ちになったりするなんていうこともありますね。ですからロマンチックとかロマンスなどという読み方もできます。そして月は太陽が男性を表すように、月は女性を表すとも言われています。ですから29番の淑女のカードのイメージを使っていただいたり、キーワードを使っていただいてもよろしいので、ぜひ、例えば、受け身になるとか、寄り添うとか共感するなどという部分を、リーディングに使っていただいてもよろしいかと思います。最後にこの月なんですけれど、晴れている夜空の月ということで、雲が出てくると、この月の良さも隠されてしまうので注意が必要です。ですから周りに出てきたこの雲の配置によっては読み方が変わるということを覚えていただければと思います。今回はここまでとなりますが、皆様カードの背景はご理解いただけましたか？今後もカード一枚一枚の背景などを詳しく解説していきたいと思います。日々のリーディングにお役立ていただき、ルノルマンカードの世界を楽しんでいただければと思っております。今後もね、このように皆様が楽しんでいただける動画を、私をはじめルーチェ占い師一同頑張って作っておりますので、ぜひ高評価ボタンとフォローで温かく応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram をやっています。合わせてフォローといいねをよろしくお願いいたします。